関東勢の横まで上がりました。宮城勢1番小川慎太郎が3番手に上がっています。打掌周回の1コーナー、8番宿口雄一は3番手に引いて止まりました。外に1番の小川慎太郎と並走です。2コーナーからバックストレッチ。さあ1番の小川慎太郎が仕掛けていきます。2番の菅田和道はジャンで引きました。今度は7番手の川村浩二が外から攻めていく。川村浩二、近畿勢が駆け上がっていく。合わせていくのか。1番の小川慎太郎、3番の香川雄介もブロックしている。今 400m を切った。7番手川村浩二が短期でいった。4番の西岡が離れました。短期にいった7番の川村浩二に番手にはまった1番手の小川慎太郎。2コーナーからバックストレッチ。ここから勢いよく8番の島田優、宿口雄一がバックってくるが、まだ3番手あたり。1番車の小川慎太郎が番手から出ていく。後ろは3番の香川雄介。第4コーナー待った。1番の小川慎太郎先頭だ。食い下がる3番の香川雄介、小川慎太郎が先頭で五輪。1番3番1レース1D 予選競争。抑えて今打掌周回。3番渡辺裕太が現在3番手に上がっています。1番中川誠一郎はまだ引かず。第2コーナー、渡辺裕太は現在3番手のアウトコースを、2番の柴崎を気にしながらバックストレッチ。今ジャンが鳴りました。金と共に仕掛けるのは3番渡辺裕太。地元の2人を引き連れて上がっていく。4番佐藤智和は難関勢を出させずに4番手。そしてアウトコースから上がってきたのは2番の柴崎淳が4番手で追い上げる。追い上げた勢いでそのまま叩きに上がってきた。第2コーナー、これを5番の内藤秀さんブロックするも、2番の柴崎淳が3番の渡辺裕太を捉えて先頭になった。さばかれた9番の七年の現在3番手。ここから今度は1番の中川誠一郎の猛チャージ。一気に来た九州の2人。第4コーナー中川誠二郎先頭、後ろは6番の新井貴弘です。1番6番6番1番か、接戦です。今は6番手の最作を回です。勢いよく上がっていきました。東北勢を抑え込みに上がった。中四国勢1番早坂修吾は車を引いて、今度は8番車の堀内俊介、難関ラインが上がっていきます。第2コーナー、難関勢が外から上がって、一旦1番の早坂修吾を抑えました。堀内俊介ジャンで仕掛けたのは6番車、早坂海がペースを上げた。ここで1番車の早坂修吾が中断を取って、8番車の堀内俊介は一旦7番手に下がりました。今 400m を切ります。前回で6番車早坂海、6番3番4番車間を切りながら1番車の早坂修吾、第2コーナーあたりから仕掛ける。9番の岡部が遅れを取った。1番5番宮城勢のアタック。今200を切っての3コーナー。ここで8番の堀内俊介が外から駆け上がってきた。堀内俊介現在3番手まで上がった。第4コーナー丸3、先頭は1番の早坂修吾、バンテボコンの和田圭だ。和田圭が抜け出す。和田圭が今先頭でドリン。そして外が伸びた7番の萩村隆之。んでしょうか。いや、ここは1番の天田由紀の横まで上がりました。千葉勢が関東勢の横まで上がって、今度は2番の古性優作が前々に踏んでいきます。前に上がって近畿コンビが2番8番、第2コーナー3番鳥取優吾がアウトコースから駆け上がっていきます。さあ押し上げていくのは中四国ライン。ジャンが鳴りました。2番車古性優作はどうするのか。内を救おうとしているのは1番の天田由紀。内を救っていくが、ここは締めた2番の古性優作。古性優作は番手飛びつきを狙ってあっさりと番手を奪いました。7番手の渡辺哲夫がさばかれて、今3番手の外で我慢しています。2コーナーからバックストレッチ。3番手鳥取優吾の逃げ、ここから千葉コンビをまくってくるも、まだ4番手あたり。200を切る3コーナー、番手は2番の古性優作、3番手に7番の渡辺哲夫。4コーナー待った。抜きに行く2番の古性優作、踏み直す3番鳥取優吾、踏み直す鳥取優吾、2番の故障が捉えた。そして4番志村大河も鋭く伸びています。第4レース1次予選競争。4番野原雅也、野原雅也が2番の新山恭平を睨めながら上がっていく。打掌周回1コーナー、栃木勢抑えました。栃木コンビは車を下げて、第2コーナー、ここで2番の新山恭平が行きます。
4番ノアラマセは先行争いを避けて車を下げている4番手ジャンで、今度は1番の松浦雄二が4番手に追い上げました。2センターから今4コーナー流しています。2番の新山恭平、内に入った4番手のノアラマセは3番手から2番手まで上がろうとしています。ここで5番手の佐藤が押し込める。400を切る。しかし4番ノアラマセは、ノアラマセが5番の佐藤慎太郎をどかしに行く。第2コーナー、ここで栃木コンビが来た。6番手は金子幸宏のまくり。2番手新山恭平を踏み直して200を切る。6番の金子幸宏、2番の新山恭平の横まで来た。その後ろは3番の長嶋大輔、栃木コンビがまくり切った。ヤギ4コーナーで直線、3番長嶋大輔が伸びてきた。3番1番第5レース 1D 予選競争。ここは前段難関ゼムの横まで抑えに行った3番鈴木隆二、9番車根田隆は突っ張るのか。いや、ここは栃木勢が、茨城勢が抑えて、第2コーナー、ダッシュ周回、第2コーナーからバックストレッチ。茨城コンビが前に前に踏んでいきます。9番の根田隆は抑え込まれて引きました。ジャンで今度は岡山コンビが3番手、4番手。そして2センターで仕掛けるのは中部勢。6番の松岡敦也が行きました。松岡敦也が主導権です。後ろは5番の笠松の力流しているところ、今度は9番の根田隆が来た。さあ、難関勢怒涛の反撃。9番、1番、4番、難関勢3者が出ていくのか、第2コーナー。一旦5番の笠松を外に振ったんですが、難関で3人が出て形勢逆転。200を切っての第3コーナー、9番1番そして4番武田健介離れながらも3手は3番手、その後ろは離れた。完全に難関での争い、先頭は9番の根田隆先頭だ。根田隆先頭、1番桐山ゲートルが追い込みました。1番9番そして4番と難関勢上位独占となりました。第6レース1次予選競争。赤番を通過、千葉勢抑えました。今度は9番車の東北勢を抑えまして、今度は9番車の田中歩が上がって、千葉勢そのアウトコースから今度は近畿勢が行きました。さあ、各ラインの動きが激しくなって、今ジャンです。残り 600m、 1番の中井俊介が先行体制に持ち込んでいます。1番、5番、6番の近畿トリオ、中段に9番田中歩き、7番横山翔の6番手、8番の佐藤弘樹が8番手の展開で今 400m 切って腰を上げた。1番中井俊介が主導権、番手6番手松岡健介です。1番、5番、6番、近畿勢のペースで第2コーナー、9番車の田中歩きが中段4番手からまくり放っていく。千葉コンビ9番、3番、この2人がまくっていく200を切っての3コーナーですが、2番手で止まった9番、田中歩き、牽制する5番の松岡健介、7番、横山一人にまだ後方で、先頭は1番の中井俊介粘る、中を割って突っ込むのは6番車、伊藤誠希。ラインが上昇、今赤番を通過、打掌周回1コーナー、難関勢抑えました。4番川口誠二、1番山本俊介の横まで上がって第2コーナーです。2番阿竹聡がまだ動きを見ながらバックストレッチで、ここで難関勢ジャンで引きました。阿竹聡、中四国勢が4番手願って一旦7番手に引いた。1番山本俊介、第4コーナー待っていきます。4番川口誠二が腰を上げました。今 400m を切ったところ、中部勢が先制、中段4番手は2番の阿竹聡、後方7番手から仕掛ける1番の岩本俊介、高スピードで上がってきた。前段一気にまくり切る勢いだ。1番岩本俊介、そして7番の増田秀幸、8番東龍介が現在3番手で第4コーナー待った。さあ、1番7番8番と難関で3人が出ました。岩本俊介先頭、7番の増田秀幸が追い込んでゴールインです。第8レース1次予選競争。抑えました。今打掌周回です。さあ、九州勢が関東勢を抑えて、1番石塚凛太郎を誘い込もうといった感じ。第2コーナー、和歌山の2人が行きます。松川貴弘は
プラン通り3番手に飛びついて今ジャンです。これで3番車吉田純平は7番手の展開。2センターから第4コーナー、石塚凛太郎がギアを上げていきます。和歌山コンビ1番5番3番手7番松川貴博、3番車吉田純平はちょっと離れ身の7番手、巻き返しを聞くのかどうか。最終今第2コーナーです。逃げる1番石塚凛太郎全開で最終バック、ここで先まくりは7番の松川貴博先まくり、吉田純平はまだ5番手から6番手2センターです。第4コーナーまた7番の松川貴博先頭、後ろは2番の大塚健一郎、九州両者松川貴博先頭だ。大塚健一郎差を詰めて追い込みました。第9レース1次予選競争、今打掌周回に入って1コーナーです。各ラインの動きが激しくなって打掌周回1コーナーで、今度日は北野は2番の太田龍馬です。太田龍馬が押し上げて前に出て第2コーナー、さあ太田龍馬前向いています。ジャンが今なりました。600を切って9番車の飯野裕太が4番手に追い上げて、福島勢が4番手5番手、そして6番手に6番の小島啓司、3番の池田隼人は8番手の展開で今 400m 来ました。ちょっとまだ流し気味に2番の太田龍馬、動画等を警戒しながら今第2コーナーで再スパートです。番手は7番の橋本剛、3番手5番の柏のところで中四国でのペースです。ここから6番の小島啓司がまくってくる。小島啓司がいい、まあ、足で上がってきた。現在4番手から3番手まで迫ってくる。第4コーナーまた先頭は2番の太田龍馬だ。太田龍馬先頭、番手は7番の橋本剛が追い込んで5人です。ものにしたのは7番車橋本剛。抑えた2つの翼、アウトコースから上がっていくのは5番脇本雄太。打掌周回の1コーナー、脇本が行ってここは末端前に出ました。6番の北鶴、この動きに4番井上雅樹はついていけませんでした。さあフェイクをかけた6番の北鶴ですが、ここは近畿勢がジャンで先行体制です。5番2番、近畿勢の後ろ3番手は3番のモラシムグム、注目の9番新田雄大は7番手に一旦引きました。第4コーナーでホームストレッチ、残り 400m を切ります。5番の脇本雄太がペースを徐々に上げていく体勢。番手は2番の村上義郎、3番で3番モラシムグム、6番のここは北鶴中南、先に渦動いたのは1番の浅井光太だ。浅井光太が5番手からのまくり、現在3番手から2番手に攻める、引きつける2番の村上義郎、9番新田雄大まだ後方で、第4コーナーまた5番の脇本雄太が先頭で帰ってくる。脇本雄太が粘る、番手の2番の村上義郎が追い込みました。